どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ANA のね、キャンペーン、出ましたね。また、今週の特旅マイルキャンペーンね、路線発表されてましたので、解説ねしていきたいと思います。で、今回の、特旅マイルキャンペーンは先日ね出させていただいた、減額マイルキャンペーンってありますよね。あちらは、国際線っていう感じで、今週の特旅マイルは国内線っていう感じで、対象路線がね、少しね必要マイル数より、少ないマイルでね、登場することが可能っていうキャンペーンとなっております。で、まずね予約発券期間が1月の8日から14日まで、搭乗期間が9日から15日までのねキャンペーンとなっております。で、基本的にね特旅マイルは前日までに、空席があればね、席抑えることができますんで、今週ね行こうかなみたいな感じで、休みが急にできた場合とかにね利用できちゃいますんで、もしね急に休みができたっていう方はね一回ね、検索していただければなっていう感じですね。で、注意事項、これね毎回言わせていただいてるんですけども、 ANA のね減額マイル、少ないマイルでね、登場できますっていうキャンペーンは全てねインターネット、限定のキャンペーンとなっておりますんで、インターネットの ANA のサイトか ANA のアプリでね予約から発券までね全て完了すると、少ないマイルでね、登場することができます。で、最後にねキャンペーン適用みたいなね画面が出ますので、そこだけね、確実にチェックして、予約するようにねしてくださいね。それではね対象路線見ていきたいと思うんですけども、ちょっとね大前提として、知っていただき、知っといていただきたいのは、この2020年の1月のこれ6日から、2月の29日まで ANA のね、サイトに載ってることなんですけども、シーズンチャートってありますよね。要はこの ANA のこの1月6日から2月29日の間はシーズンチャートの中でもローシーズンっていうね、一番必要マイル数がもともと少ない、シーズンになってるんですよね。その点だけ、覚えておいていただけたらなと思います。というのももともと少ないシーズンなんですよね、今普通にとっても。で、そこがさらに下がってるっていう感じなんで、すごいねお得を求める方からすると、わざわざこの期間にね観光シーズンの場所はね、いいと思うんですけども、閑散期のシーズンにね、わざわざねここを狙っていくっていうのはねしなくてもいいのかなっていうのはね、ちょっと個人的に思えるところかなっていう感じなんですよね。で、今回の、区間なんですけども、距離で言うと、0から300マイル区間と、301マイルから800マイル区間ということなんで、ローシーズンだともともと5000マイルか6000マイルのところが、今回ね減額マイルで、マイルがね少ない状態で、行くことができるっていうキャンペーンですね。で、それではね対象路線ね見ていきたいと思うんですけども、でここにねバンって出しておくんでね、ちょっと見ていただけたらなと思うんですけども、赤枠、羽田から帯広、名古屋から、目満別、あと大阪、伊丹から福島、この区間ね、6000マイルが本来ね必要なところが、今回のねこの特旅マイルだと、3000マイルで行けるということですんで、本当に半分ですよね。ですので、ここかなりお得な路線ですね。本来6000マイルでかかるところが片道3000マイルなんで、言ってしまえばいつもだと、片道でかかるマイル数で、往復できてしまうっていうね。だからかなりお得ですよね。ですので、もしね予定が合う方はね、この路線ねぜひ狙っていただきたいなと思います。今回のね、特旅マイルで一番お得路線はここかなっていう感じなんですけども、北海道なんでね、1月っていうことで、多分どうなんでしょうね。これ毎回言ってる気もしますけども、多分かなり雪降ってると思うんですよね。ですんで、それはね覚悟していかなきゃいけないですけども、でも北海道ですからね、ある程度寒い方が北海道感があっていいと僕個人的には思うんですけども、やはりね寒さはかなり寒いですよねっていう感じですね。名古屋から目満別、あと大阪、伊丹から福島、ここら辺もね、ぜひ予定があれば行っていただきたいですね。で、今回ね、こうやって見て、表内見て行っていただければね分かると思うんですけども、ほとんどね、6000マイルと、本来5000マイルかかるところは特旅マイル、今回出てますけども、一番下のね、成田
から、大阪伊丹とかね、まあ、本来5000マイルのところが4500マイルっていうことなんで、まあ、かなりね、うん、渋いですよね、うん、ですので、まあ、今回はもっとね、本来7500マイル区間がこの4500マイルにね、本来入ってくるんで、そうだよな、7500マイル、そうですね、今までだとねそういう傾向だったんですけども、まあ、今回はね、まあ、6000マイルがまあ4500マイルっていう感じなんで、まあどっちかというとね、うん、まあ、一番下の表のね、一番下のエリアはね、まあ、そこまでお得ではないんですけどもっていう感じですね。そうですね、うん、そんな感じとなっております。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、ちょっとね簡単な動画にはなってしまったんですけども、ANA のね特旅マイルキャンペーンね、毎回こちらね解説させていただいておりますけども、うん、まあね、この動画はですね、まあ、ANA のねこのサイトっていうのが、これもね毎回言わせていただいてるんですけども、 ANA のサイトのこの特旅マイルのねキャンペーンサイト、本当に見づらいんですよね。なんていうんですかね、東京どこどこ、東京どこどこってあって、まあ、その間に名古屋大阪どこどこみたいな挟みますよね。そしたら福岡とかね、また北海道東京とかね、入れてくるんですよね。意味わかんないですよね。まあ意味わかんないですよねとか言っちゃいけないかもしれないですけども、まあ、東京だったらね全部東京出発で合わせてくれればね、もっとわかりやすいねあれになると思うんですけども、なんですかね、東京と、これね、ほんとね、ANA の人ね、なんでこういう風に作ってるのかちょっと聞きたいんですよね。うん。ちょっと残念ですよね。多分ね、おそらくですけども、路線増やしてる感出したいんだと思うんですけども、非常に見づらいですよね。うん。まあ、それ全部、合わせて表作っちゃってるんですけども、うん。ちょっとね、ANA のサイトはね、ちょっとわかりづらいんで、まあこれね、本当に個人的に私見てて、まあ分かりづらいなって思うんで、毎回ね、作って、解説の方がね、まあ出していただいてるんですよね。こうやってなんていうんですか、まあ行き先、まあ全部統一してね、バンって見れた方が、まあ分かりやすいですよね。うん。っていうのでね、この動画はね、まあ私の解説のね、動画聞きたいっていう方はね、また別として、まあ基本的には、まあちょっと見ていただいて、まあどこがね、まあお得なのかっていうのをね、毎回この赤枠みたいなね、付けさせていただいてるんで、まあそんな感じでね、見ていただければ、まあパッと見てね、パッてお得路線わかると、まあ楽じゃないですか。まあそんな感じでね、動画撮らせていただいております。今回の動画ね、ちょっと短くなってしまったんですけども、ANA のね、特旅マイルキャンペーン、1月分はね、毎週やりますんで、毎週ね、解説動画、まあ、喋ってることほとんど一緒なんですけども、毎回ね、出させていただきたいと思いますんで、もしよければね、ご視聴していただければなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。